こんにちは。キンビアアステティック所属のプロランナーで、ウェルビーイング株式会社代表取締役の池上です。今回は、慢性的な故障の治し方という集中講義の紹介をさせてください。えー、慢性的な故障の治し方の紹介させていただく前に、いくつかあなたに質問をさせてください。まず一つ目に、あなたは、6週間以上治らない慢性的な故障を抱えていますか もしあなたが6週間以上長引くような慢性的な故障を抱えていないのであればこの講義動画は役に立たないので6週間以上慢性的な故障を抱えている方のみ続きをご覧ください2つ目にあなたは本当に今抱えている故障を直したいと思っていますかもし本当に思っているのであれば続きをご覧ください3つ目にもし今抱えている 慢性的な痛みが治らなかったら、あなたにどんな悪影響が起きるでしょうかどんな悪影響をあなたの生活に及ぼしますか胸の中で考えてみてください。この慢性的な故障の治し方という講義動画は、最低限のお金で、自分の手で慢性的な故障を治す方法を伝授する講義動画です。 実は私自身も左足4年間、右足2年間の慢性的な、あの、測定筋膜炎にずーっと悩んでいました。えー、朝起きた1歩目っていうのもずっと痛かったですし、でも1時間以上座りっぱなしとか、まあバスとか車で、えー、電車とかで移動して、その後の1歩目、まあ特に飛行機とか、まああの、東京から京都みたいな長時間移動の後っていうのはすごい足の裏が痛かったんですね。 で、もう自分でも、あの、いくら何をやっても治らないし、もう治らないんじゃないかって思った時もあったんですけど、まあ諦めずにいろいろ本を読んだりとか、いろんな人の話を聞いたりとかして、で、いろんな方法っていうものを、まあ片っ端から試していったんですね。で、それを片っ端から試していく中で、えー、自分なりに慢性的な故障の治し方が分かりました。で、それっていうのは、あのー、 もちろん理論的にも、あ、こうやったら治るんだなっていうその理論的な確信っていうのもありましたし、まあ何より一番強い確信っていうのは、あれだけ悩んでた測定筋膜炎が消えるんだっていうことに、まあ、自分で気づいたってことですよね。まあその自分の経験と理論の両方から自信を持って皆さんにお伝えすることができるので、慢性的な痛みを抱えている人は、ぜひこちらの集中講義を受講してください。考えてほしいのは、 この集中講義はたったの1万円なんですが、たったの1万円で今まで苦しんできた故障が治ったら安いと思いませんかで、こちらの集中講義で、えー、解説していることをすべて地道に継続的に6週間以上、あのー、実践して、それでも全く改善しないっていう場合には全額返金します。まあ、そのぐらい自信がある講義動画でもあるんですが、 逆に言えば、そのぐらい本気で治したい人にぜひ受講していただきたい講義動画ですし、えー、本当に、まあ、特に関東圏だと、すぐ治療院2件ぐらい待ったら1万円超えてしまうので、えー、たったの1万円で治るっていうのは本当に安いと思います。で、それで本当に治らなかったら全額返金するので、あなたの方にデメリットはありません。ですので、一度私を信じて受講してみてはいかがですか それでは集中講義の中でお会いしましょう。